現在モバイル通信をオンにしていて Wi-Fi は切っています。ですのでネットにアクセスするときには常にモバイル通信を行っています。まず POPO2.0 のアプリについて使い勝手は普通です。通信速度は 128Kbps ですが結構サクサク動作している感じです。ただ画像が多い場合には表示に少し時間がかかるようです。その他のアプリの動作についてですけれども TikTok や YouTube はトップ画面が出てくるまでかなり時間がかかります。 実際に動画を再生させようとしても再生までには至りません百二十八 k b p s の通信速度で動画を動かすのは無理だと思いました次にブラウザでのインターネットやつなですがこれもかなり厳しいですね画像が多いと特に厳しくて多くの人は待ち時間の長さにイライラしてしまうでしょう有料のデータトッピングやギガ活などで高速なデータ通信サービスが利用できるようにしないとまともなネットライフは不可能かと思います いかがでしたでしょうか僕は2.0ですけれどもアプリとしての動作は特に問題ありません使い方も簡単そうですしサクサク動きます一方動画アプリはまともに動かすことさえできませんでしたインターネットの閲覧に関してはテキストだけならまだ何とか表示できるんですけれども画像があると表示されるまでに時間かかりすぎるために実使用には耐えないと思いますあと動画アプリ以外のアプリなんですけれども動画アプリよりもまともに動作するようです 現在の状態だと電話や SMS 専用のサブスマホに近い感じでしょうかですのでもしインターネットウェスラーなど長時間ネットを使いたいなら有料トッピングを購入するのがベターな選択かと思います。ただポ o 2 0の全体的な感想としては悪くはありません。私の使い方ならサブスマホとして使うためにはこれで十分だと思いました。本日の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。